皆さんこんにちは、美人百花フラワーズの宮田佳穂です。コロナの感染拡大でお家で過ごす時間が増えているかと思います。そこで今日はお家時間が楽しく過ごせるように、私から皆さんにおすすめの映画をご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目は塔の上のラプンツェルです。見たことのある方も多いかと思います。みんなで頑張って外出を我慢している今だからこそ見ていただきたい作品だと思います。18年間塔の中で過ごしていても、いろんなことをしながら楽しく明るく前向きに過ごしているラプンツェルを見ると、私も前向きな気持ちにすごくなれます。今この自粛を乗り越えればいつも通りの日常が戻ってくると思うので頑張ろうと思います。2つ目は美女と野獣です。こちらも知っている方がほとんどかと思います。私はこの映画の音楽が特に好きで、一番最初にベルが歌っている朝の風景という曲があるんですけど、その曲を聴きながら、まあ、私も一緒に朝の準備をしたりとかしてると本当こうワクワクした気持ちになれます。ディズニーランドに新しく美女と野獣エリアができるのが本当に待ち遠しいです。この状況がいつまで続くのか不安な毎日ですが、一人一人が感染予防を心がけて、一刻も早くいつも通りの日常が戻ってくるようにみんなで乗り越えていきましょう。皆さんもよかったらぜひおすすめの映画見てみてください。またねー。バイバーイ。